あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。あれからね、結構なんかまたいろいろと作ってて、街をね、街を、当たり前やけど、ここが石と炉の本格工房で、まあここに炉があって、こっちに作業台があると。んで、こっちね、こっちじゃねえわ、こっちね、こっちの階段を登って、この中、ここが藁の宿屋、これ藁のベッドが4つあるっていう。そしてこっち側、その宿屋の反対側が初めての個室、まあ、ピリンの部屋、ピリンの部屋で、ここお風呂があってドレッサーがあって、大木たちのぬいぐるみがあるっていうね。大木たちのぬいぐるみは別に何ができるわけでもないみたいやけど、そんな感じで、ここがご飯どころ、まあ食堂、ここにまあ調理用の焚き火があって、食器とかテーブル椅子があると。なんかもう一生懸命作りよるね、ピリン。すごいね、アイナ、また新しい場所に行けるようになったんだ。ところでアイナ、私この頃料理に凝ってるの。最近は新しい料理を開発したくってうずうずしてるんだ。私が考えたのは、キメラのくちばしにバッタとモモガキを入れて、青い油と土で煮込んだ料理なんだけど、土で煮込まないでくれ。ロシに話したら、そんなの食べたら死ぬって言うの。そりゃね。だからね、アユナ、素敵な料理を考えて私に作ってくれない？アユナはロロンでみんなの依頼で忙しいと思うし、気が向いたらでいいからね。素敵な料理。素敵な料理を。アユナ、ひょっとして私のために新しい料理を作ってくれてるの？作ろうと思うんだけど、いまいちヒントが。ね、実は物知りのショーターから聞いたんだけど、赤い扉で行けるドムドーラって場所には、昔有名な料理人が住んでいたんだって。その人を探して話を聞けば、新しい料理の仕方がわかるんじゃないかな。なるほど。昔？今もおるんかな。私が作りたいのは、お腹に溜まって力が湧くような料理なの。お腹に溜まる何かにお肉を挟めばできると思うんだけど。あゆな、気が向いたらでいいから、新しい料理を考えて私に持ってきてね。お腹に溜まる何かに。赤い扉から、これだね。じゃあ、旅立ちます。へい、到着。んで、到着はいいんやけど、そろそろゴーストが出てきそうな時間に。どこに向かえばいいんやろね。とりあえず目的地は全く出てない。マジか、目的地が出てないクエストとかあるん。どうしましょう。とりあえず、ちょっとね、道に迷ったら嫌だから、嫌だからとか言ってたら見つかんないかもしんないけど、とりあえず、まっすぐ行ってみる？でも、まっすぐ行ったらあっちにたどり着くんよね。あ、人間こっちだ。あの子はずっといるんだね。向こう行ったら海なんだよね。じゃあちょっとこっちの方向に。なんかおる。なになに？ふん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 。あ、料理人じゃない？料理してない？これなんか。うわ、意味わかんない、こんな場所で。ねえ。しかも夜なんだけども。へえ、君は私の姿が見えるのかい？またそのパターンですか。これはなんとも珍しい。幽霊である私が見えるとは、君は少し他の人間とは違うようだな。ふんふん。ん？私かい？私は生前料理の研究を教えた美食家でね。あ、じゃあやっぱり、もう死んでしまったんやね。長年の研究の末、ついに至高の調理器具、レンガ料理台を作り出したと思ったら、美味しい料理を求める魔物に襲われ、命を奪われてしまったというわけさ。どんな魔物？
料理というものは魔物をも狂わせる。君も気をつけたまえ。魔物はもともとほぼ狂ってんだけどねって、なに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 。モンスターを倒せ、この2匹。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、待って。あ、ここまで来たら消える。鉄の剣？鉄の剣で行けばいいか。はい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 。さあ来い。あ、やっぱり攻撃力が全然違う。はい。待って。刺さないで。おお、怖っ。へい。二回ぐらいでいける？は、おっしゃー。何落としたのこれ。初めてサソリの角を手に入れた。おお。なんか、てん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 ってなったけど。どうした？おや？魔物を倒してしまったのかい？君もこちらの住人になれるところだったのに。え、怖い。こいつも魔物じゃないん。大丈夫？おお、そうだ。私のことが見える君に一つお願いしたいことがある。私が長年続けてきた料理の研究とその極意を受け継いで、これからこのアレフガルドの世界で最高の料理人を目指してくれないか？普通なんか、ちょっと料理が好きすぎて狂っとる変な人。どうだい？悪い話じゃないだろう？アレフガルドの料理を復活せよってやつさ。ってやつさって言われても。ん？物を作るのに忙しくてそんな暇はないだって？だー！料理だって立派な物作りじゃないか、このおたんこなすめ。なんかめっちゃ怒られよる。すごい物を投げつけられうる感が。料理はただ空腹を満たすだけでなく、人の心に光を与えるものなのだ。君がもしこの世界を救おうとするのなら、私の料理を継承し、作り出していってほしい。君にレンガ料理台の作り方を教える。いいや、嫌だと言っても教える。頼む。どうか私の料理の力も、アレフガルドの復活に役立ってくれ。ほう。え、消えた。レンガ料理台をひらめいた。レンガで囲い火力を集中させた調理器具。ほう。あ、じゃあ結局、これもちょっともらってくよ。初めて肉料理プレートを手に入れた。初めておしゃれテーブルを手に入れた。結局、あれなんだね。料理人が仲間になるということはなく、幽霊だったから、調理の仕方だけを教わるっていう。悲しい。なんだかすごく悲しいんだが。ね。幽霊でも一緒に町に帰ればいいのに、帰れれんか。そのうち去って成仏してしまうんかな。っていうか旅に、あ、そっかそっか。待って、普通にこれ使えばいいじゃん。あ、てかもうすぐそこだわ。もうすぐそこだわ。走っていこう。光見えてた。あれだよね、スライムとかスライムベスは、寝てること多くないかい？昼間でもたまに寝てるけど。ね、他のモンスターあんま寝とるの見たことないけど。へい、旅立つ。ただいま。さあ、帰ってきた。さあ、帰ってきた。で、あとは、レンガの調理台を作ればいいんだけど、レシピ。レンガの調理台。どこ？あれ、レンガの調理台っていう名前じゃなかったっけ？あ、レンガ料理台か。調理用焚き火がいる。ってことは、あれを壊さないといけないのか。ものすごくなんか、ん？拠点を狙うモンスターが現れた。ご飯どころが空き部屋になってしまった。ということで、これを使って、あー、壊れたよー。え、壊れた？あ、勝手にやられてくれている。ね。さ、じゃあここで、作ろう。こっちで合っとるよね、多分。じゃ、こっちで、あ、レンガ料理台、これね。作る。シャキーン。レンガ料理台を1個作った。おし。ということで。レンガ料理台。を、ここに、設置。
あ、待って。もうちょっと。手前ね。は。はい。おー。レンガレストランが完成した。すごい、調理台がレンガになっただけでレストランに変わったよ、ご飯どころが。できたー。あれ？そういえば。料理を作らんといかんのやったっけ、そういえば。何を作ればいいんやろ。とりあえず肉やろ。とりあえず肉を焼いて、うさぎステーキを一個作った。で、お腹に溜まる何かにお肉を挟む。お腹に溜まるものやけん、やっぱ炭水化物？パン。あ、パンにお肉、あれハンバーガーってこと。おぉ、ハンバーガーをひらめいた。肉をジューシーに焼き、バンズで挟んだもの。うさ豆バーガーをひらめいた。なにそれ？力の出る素材を挟んだハンバーガー。パンとカゴをひらめいた。香ばしい香りの焼きたてパン。飾りなんやね、それは。ってことは、じゃあこれでハンバーガーを作って。ハンバーガーを一個作った。お、準備できた。ビリーン。あ、走ってきた来た来た。ちょろし邪魔だね。ビリーン。うわーすごい。私のために新しい料理を作ってくれたんだね。へえ、ハンバーガーって言うんだ。とっても独創的な料理だね。もらってもいい？ビリンの独創性にはか、なんかちょっと負けると思うけど。はい。やった！ありがとう、アイナ。後でゆっくり食べてみるね。あ、そうだ。私もアイナのために新しい料理を考えたんだ。何？骸骨の頭に土蜘蛛と、ドラキーの尻尾、それに桃柿の実を入れて、赤い油と土で煮詰めた料理なんだけど、何一つまともなものが、いや、桃柿の実以外まともなものがないんだけど。まだ試行錯誤の途中だから、あ、まだ試行錯誤の最中だから、まずはロロンドに一度味見してもらおうね。ロロンドが殺される。クエストコンプリート、森のサラダ。ん？サラダプレートをひらめいた。野菜たっぷりなサラダのプレート。こうやってピリンが試行錯誤して、わけのわからない料理を考えている間に私は、サラダプレートを思いついたよ。ほんと、どういうことさ。あ、で、そういえばここね。ここ、武器と衣装の部屋。前までただの衣装部屋やったんやけど、この衣装のタンスの横に、剣と鎧を飾ったら、武器と衣装の部屋に変わりました。それぐらいかな。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でも宿屋って作ったんやけど旅人って来るんかな？